はようございます、コマです。今日もですね、お気に入りのパン屋さんでゆっくりと書き写しをしたいと思います。ではスタート。はい、今回もですね、D2C ですね、ペンはですね、大好きなラミー2000ですね。こちらずっとだいだい色を入れてますね。この D2C と表紙がリンクしてますね。どうですか、このラミー2000。非常にシンプルなプロダクトで、このシンプルさがまた綺麗ですよね。何か落ち着く感じがします。こちらを使って今日も描いてみたいと思います。結構ですね、ゆっくりと読んでまして、といっても、中ほどまで結構読んでます。この売るから一緒に作る、素敵なことですね。ちょっと読んでみますと、なるほど、客の心理、少しペンを持ち替えて、買うという行為からますます自動性が抜け落ちていき、能動的にブランドを関与していく。この読んでるとちょっと言葉が出なくてすいません。ちょっとまずは読みます。何かですね、こう読んでですね、ふと心に残ったことを書き留めたいと思います。次のページに行きまして、アンバサダー型、インフルエンサー型ですね。受け取った相手がこれは自分のためのものであると感じられること。はい、いつもですね、ノートブック、ペンコですね。非常に可愛いサイズ。B630。こちら非常に愛用しています。ちょっと書いてみましょうか。このペンをですね、キャップにつける感触がまた気持ちいいんですよね。売るから一緒に作る、ということですね。買うという行為から ますます受動性が抜け落ち、より
能動的に関与していくと。なるほど。ここが重要ですね。そしてメッセージを受け取った相手が「これは自分のためのものである」。ここは重要ですね。なるほど。そしてブランドの顧客は作って売る。ブランドをそれを受け取る顧客、という縦の関係。友達や同僚のような横の関係に移行しつつある。なるほど。こういう時代ですね。はい、今回ですね、こちら D2C 結構読み応えがあります。ゆっくりでゆっくりで読んでですね、書き写すことによってまた仕事に役立てるかなと思います。もしこの動画が良かったらいいのでチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。